ンスミュージック Now and Then。 今週は UK からジャンポール・ブルーイ・モーニックの作品を。ご存知、インコグニートのリーダーとして知られるブルーイですが、約20年前ジャズファンクブームの促進者として活躍していました。その後10年の歳月を経てトーキンラウドからセカンドインサイドライフを発表。ジョセリン・ブラウンをフィーチャーしたこの曲が大ヒットしました。そして92年にはトライブス・バイブス&スクライブスからスティービー・ワンダーをカバーしたこの曲がブレイク。ブラスをフィーチャーした独自のサウンドが日本でも大受け。ボーカルのメイザー・リークはその後インコグニートの声として活躍します。また95年、ポジティビティはジャズからハウスまで当時の UK クラブサウンドを盛り込んだインコグニートとしての一つの頂点といえる作品です。ちなみに昨年リリース作 No Time Like the Future では再びジョセリンをフィーチャー。こちらも話題を呼びました。さてブルーイは98年自らのレーベルライスを設立。新プロジェクトインナーシェイドでもスムーズなサウンドを聞かせてくれました。Rice is a staple diet of the world over. The music of rice aims to feed your soul. And the aim of the label is to make music with solo artists like Mesa and Ed Jones, but include releases by local Japanese artists that will be released the world over.そうして今年の夏には島野萌とコラボレートしたブルーイ。リミックスミニアルバムではラテンフレーバーを取り入れ、萌の新たな魅力を引き出しています。さらにこの秋にはニュープロジェクトシトラスさんを結成。アルバムアナザータイムアナザースペースは心地よい風を感じるような極上のスムーズジャズに仕上がっています。最新のブルーイサウンドチェックしてくださいね。